テルヒメ。テルヒメは、室町時代の伝説上の女性。尺児以上、東京都練馬区上主、都島康常の次女、長女、または、都島康明の妻という説もある。名は、テルヒメとも。練馬区ではテルヒメを忍んで、毎年、時代祭り、テルヒメ祭りを開催している。都島市は、官務兵士の流れを組む平安時代以来の武蔵国の、 名族だった。文明9年、1477年4月当主豊島安常は、江戸城、東京都千代田区城主、大田道館と、現在の東京都中野区江戸田沼袋あたりでの江戸田源沼袋の戦いで敗れ、射程の平塚城、東京都北区城主、大名、現在の通説では、練馬城主を、はじめ多くの家来が討ち死にした。安常は、 巨城石寺以上へ逃れる。道館は、あたご山二陣を置き石寺以上と退治した。四月二十八日、道館は、総攻撃を仕掛け、落城の時が迫った。安常は、豊島市従来の家宝、金野の陸らを、雪のごとき白馬に置き、これにまたがって、城の背後の崖に登り、道館の兵たちが見守る中で、白馬と共に、崖から飛び降りて、三保寺池に身を沈める。 安常には、照姫という美しい侍女がいた。照姫は、父の死を悲しみ、父を追って、美保寺池に身を投げた。文武の名称同館はこれを哀れみ、照姫の亡骸を弔って塚を築いた。この塚はいつしか、姫塚と呼ばれ、そのそばに立つ大松に登ると、池の底に安常と共に沈んだ金の蔵が三千と、輝いているのが見えるゆ。この松の木は、 テルヒの松と呼ばれる。釈辞城の後の三方寺池のあたりは、釈辞公園となり、区民の憩いの場となっている。池のそばに、テル姫の姫塚と、豊島安常を弔ったという殿塚がある。史実では安常は、釈辞城落城の時には死なず、脱出して、翌文明年、千年、1478年に、平塚城で再居している。 同館が平塚城攻撃に向かうと、安常は戦わずして、逃亡、以後行方不明となった。以前の通説では安常は、そのここ机城、神奈川県横浜市へ逃れたとされていたが、現在この説はほぼ否定されている。安常は、石神城落城の時には、死んでいないので、その姫が悲嘆に暮れて、後を追うわけもなく、照姫の愛はは、伝説とされている。 テルヒメにあたる女性も、豊島市関連の系図類には存在しない。姫塚については、釈寺にある美保寺六世住職、テルヒ商人の墓という別の伝承もある。テルヒメ伝説がいつ頃から現地で言い伝えられたのかは、半然としない。釈寺にある豊島市の菩提寺とされる、道上寺、南北朝時代の豊島明寺回帰と伝わるには、豊島明時、豊島影村、 秋田寺の養父、豊島市落城一族英霊の遺杯に並んで、照姫の遺杯、峰雲さん、寺氏名沢姫木がある。また、寺には、三木の石灯があり、安稲夫妻と照姫のものとされている。豊島市研究の先駆者、平野実の豊島市の遺跡その他、豊島市の研究収録、昭和三十二年によると、安稲の墓とされる殿塚と、姫塚は、 日後国の菊池市の家臣内田誠寺に嫁いだ、安常の次女、秋子の子という書言を持つ人が、それに従って、昭和32年時点から最近、殿塚の場所に墓碑を、姫塚の場所に秋子の姉の長女を弔う、小さな社を建てて、由来を記し、竹垣を結い囲んだものである。この人の家の由来経図については、他の各種としまし経図のものとはかなり異なる。 独自の信仰的なものであると、平野実は述べている。テルヒメ伝説については、意外と、新しい近代になってからのものであるという説もある。平成17年、2005年に、豊島市千年の憂鬱、風早処理を執筆した、南場ス進は、練馬区郷土資料室の人から明治29年、1896年に出版された小説、テルヒの松。 地図か冷水、春陽堂を紹介された。ナンバーコース進ムは解説しか読んでいないが、その内容は、苦行の娘のテルヒ姫が旅の途中の山吹の里で、大田道館と出会って、有名な七十八十の歌を交わす。テルヒ姫は、安常の弟の大明の妻となり、その後、道館との合戦で安常は、敗れ、やがて、テルヒ姫は、最後を迎えるという話である。 ナンバーコーススムはこの小説が、テルヒメ伝説のもとではないかと感想を述べている。なお、ナンバーコーススムは、こんなことは大した問題ではないとして、テルヒメ祭り実行委員会へ応援のエールを送っている。東京公園文庫三十尺寺、全福寺公園、佐藤康夫著、1981年、教学者に、テルヒメ伝説についての昭和十三年、 1938年に吉田正夫が残した聞き書きが収録されているが、これは南馬高進が読んだというテルヒの松の解説とほぼ同じストーリーである。この聞き書きは9ページのちょっとした短編小説じみたもので、山吹の里で出会った大田道館とテルヒ姫との恋愛話含まれ、ラストは落城の時にテルヒ姫は散歩を寺池家に身を投げ、道館に救い上げられるが、 舌を噛み切って自害するというもの。そのストーリー構成は伝説にしては細かく、整っており、史実もある程度だが反映されており、伝承伝説というよりも、近代の大衆小説に近いものである。月刊、ムー2001年7月収録の記事、怪奇探偵、小池武彦の恐怖の現場、第7回、テルヒメ音量伝説が今に生きる石神川界隈、でも、 テルヒメ伝説が紹介され、伝説は、明治の小説が元になったと述べている。テルヒの松の作者、千塚霊水、1866年から1942年は、静岡県生まれの作家、ジャーナリストで、明治、大正期の気候文の大家として知られ、大衆小説には、菅原道真を、主人公とした、感情症や愛に題材を取った、エゾ大王などがあり、 また大正7年、1918年には、日本の初期の無声映画、父やの娘、日活向島製作の脚本を務めている。静霊水は、東京の下町の庶民に広く読まれた、都新聞、昭和17年、1942年に、国民新聞と合併して、現在の東京新聞となったの記者であり、テルヒの松は、霊水生名義で、 都新聞で連載された大小説である。テルヒの松の登場人物、テルヒ姫のストーリーが、気候文作家の地図カレーが、現地のテルヒメの言い伝えに着想を得て膨らませたものか、それとも完全なオリジナルかは明らかではない。練馬区の若手郷土史研究家で、石神公園ふるさと文化館のサポーターでもある、カツ明彦が、平成二十四年十二月一日に、 練馬区立南が中図書館で、姫塚、殿塚、金の倉伝説についての講演を追い、その起源を明らかにしている。姫塚、明治二十九年、千八百九十六年、作家、地塚霊水が、三宝寺池北側にあった三保寺六大帝、育商人、別名、照飛商人の塚を見て、尺寺城落城にまつわる姫君の秘話を思いついた。 ことが話の起源となっている。霊水は後、釈辞案内、大正五年にイコール1916年にその時の状況について以下のように記している。前略池のあぜに照日塚と呼ばれる古塚ありしかば、世は思いを当年のことに構えて、勇士と幹とを借りきたり、仮に持ってくること、史実と愛、公へて、地震の合骨と塚中の薫魂とを呼びそけ、小説、 テルヒの末一編を綴りしは、実にこの寺に、京居、イコール仮住まいしたりし日のか余りのすさび、イコール京のおもむくままに行うことにてありき、攻略。霊水は、主人公の名を、テルヒ姫に決め、都新聞で、小説、テルヒ賞の連載を開始したが、これが好評を博し、小説内容は、次第に伝説化していった。そして、テルヒ姫の名は、 いつしか綴まって、テルヒメとなり、テルヒ塚もテルヒメの墓とされて、ヒメと呼ばれるようになったのだという。これまでは、六大帝、幾商人が、戸に登った際に、月はなし、テルヒのままのこよいかなとの北区を献上し、テルヒ商人の直後を賜った、商人が埋葬された塚が、テルヒ塚である、新編武蔵風紀構などとされてきたが、平成27年、 2015年6月20日に、練馬区立南田中図書館で行われた講演会、ふるさと練馬の歴史秘話の中で、葛城のギは、この逸話については、元羅9年、1623年序文の昭和集、清水省に同一内容のものがあり、後世の創作と考えられるとしている。姫塚が、どのような性格のものかは全く不明であるが、以前、 姫塚に隣接する林の中には、十三人塚、四人塚、と呼ばれる小さな塚があった。周囲には他にも十の小さな塚が、あ、姫塚と合わせて、計十三となるとの伝承があることなどから、カツ野は、これは、全国的に分布している、十三塚、十三、普通信仰にちなんで作られる塚の一つだったのでは、ないかとの説も得ている。また、カツラは、 十三塚は球場などに気づかれ、うち一つは他より大きめに作られることが多い。この点も姫塚の状況とは一致しているとも述べている。殿塚、かつ野のによれば、殿塚は大正四年、1915年11月発行の尺字井村氏には記載がなく、よくよく大正六年、1917年5月発行の尺字案内が資料上の書室であるという。 このことから、同市は、大正四年、1915年の武蔵野鉄道、開通、及び、石神駅、当時の駅名の開設直後に作られた新名所で、あった可能性が高いとしている。なお、戸塚は当初現在より通路を隔てて、東20メートルにあり、後、昭和九年、1934年に、日本銀行がグラウンドを建設する際に現在地に、 写されている。三方寺池に背を向けて作られていることをミステリーと記している書籍もあるが、これはただ単に移設された際、通路に向けて作り直されただけの話である。平成27年6月20日に、練馬区立南田中図書館で行われた講演会、ふるさと練馬の歴史秘話の中で、カツラは最新情報として、 明治三十二年イコール千八百九十九年間、三宝寺池生産的及び旧跡調査綴り、総工、現在書は現存せず中に、安常の塚の記載があったとする記事を発見、千塚冷水の小説発表から三年後が、資料上の書室であるとすれば、殿塚はそれに合わせて作られた、供養等と考えた方が良いもしれないと述べている。金の倉伝説。 関係すると思われる記録の書室は、美保寺園里、教法2年イコール1717 17年で、これには、三宝寺家からは、多くの霊法が出たが、中世の騒乱の中で所在がわからなくなったとある。その後、文化年間イコール1804から1818 18年の、有歴雑記に、南北朝時代に、練馬証元全名という武将が、尺寺で敵に追い詰められ、自殺にした。 その後に、水川木三宝寺池となった。全名の馬の倉はその池の主となったとあり、ここで初めて馬の倉が登場する。これらが変化して、明治十八年、千八百八十五年の美保寺由緒外略では、昔、豊島安恒の馬が誤って、金の乗り倉を池に落とした。引き上げられず、その倉は沈んだまま池の主になったとなり、さらに前日の小説、 テルヒ賞とも合体して、釈寺城主が道館に攻められ、金の蔵と共に三方寺池に受水した。池の中には、豊島安ねの金の蔵が沈んでいるとの話が出来上がった。さらにこの話には、尾ひれがつくようにして、池岸のテルヒの松に登ると、金の蔵を望むことができたとの話も生まれている。松の木については、栗原家内の松。 地北岩の松、穴弁天前の松の三節があった。この話を信じ込んだ村人たちにより、明治四十一年、1908年には、三宝寺池で宝探し騒動も勃発している。この騒動はその後も続き、大正二から三年頃、昭和初期にも地中探索が行われた。しかし、当然のことながら成果は全く上がらぬままで探索は終了となった。 父の後を追って、美保寺池に受水した、照姫の悲劇を忍んで、東京都練馬区では、昭和63年以来、毎年4月から5月に、照姫祭りを開催している。照姫、安常、奥方、武者、次女に扮した、時代行列が、石寺公園をパレードし、10万人が集まる盛大な、春のお祭りである。照姫役は、 練馬区民の13歳から20歳の女性を対象に公開オーディションで選ばれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。